だけどその文章によって壊れてたっていうのを自分から自白したようなもんじゃん。まあね、何してもダメだよそれはって、うん、それパソコンだけでしか聞けないっていうんだったらそれは書けよって話になるから、何してもアウトだよ、うん、彼の文章は、うん、左の八王子ランプは高尾山のシールってある。でもノースフェイスとかついてるから絶対あの人たち登山する。勝手にさ、郵送機もさ、あれとか自分何回もいいけどさ、選んでおいてさ、よくノークレームのリターンで郵送中に壊れたんで不要、あの返品無理ですって言えたもんな。すげえ、郵送中に壊れたかもしれませんねっていうので、入れちゃう、うん、よく言えたもんな。すげえ神経だと思った。楽器なんじゃない、可能性あるね。文章おかしいから、ちょっとあれで大人の人だったら聞くよ。左方向で広場だ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おい、ポンジロー、はい、なんだこれ、ノベルティか。ピザひどくない？今のこの状況で。やってねえでしょ。うん、やってねえでしょ。看板外に出てくからやってるよ、あれ。うん、あー、あれか。うん。絶対うまいと思う。誕生日ケーキ買えるわけだよ、富士屋あるから。まあ、あら、ゆりちゃんがあんなとこに微妙に咲いてるかもいいけど、もう太陽ないから渋くれてる。
そういうあれなのかな。怖いんだよこの辺。何が？真っ暗になると。大丈夫？セブンあるの？稽古バーっていうの出てきたら怖いんだよね。すっげー綺麗やね。もし聞こえてなかった。全部天気悪かったから多分辛いけど。うんかい。マス釣りバー。
紛らわせた紛らわしてる中、これ去年みたいな行動だけど、まあ、今は単に雨降ってるからしょうがないって思ってただけであって、まあ、あの時は本当にダメだったからな、牛丼16杯食べたとか書いて、なんか何杯か食べたって書いてあって、調べてみるこれ、え、あいよ、適当にどれぐらいかなって、で、質問したらこっちだよね、あれどこだっけ、あ、違う、こっちだ、うん、この緑の道でしょ、うん、実話ですって言ってどこ行きたいの、いや、これを先に大黒神社ですよ、この間この辺まで行ったんだよね、このあ、このとこ、うん、でもこっち、いや、これ…これってないの？いけないの？いや、いけるよ、205号、あ、いいよ、一本道だから、いいよ、調べてて、あ、そう、うん、いや、その先に抜けて、どういう風に戻れるのかなっていうのが興味深くて、ずーっと折り返…あの、引き返せみたいな感じだって、家…いやだってそりゃそうなるでしょ、うん、だからないんでしょ、いや先にあるでしょ、道およそ 300m 斜め左方向です、なんか道薄いじゃんこれ、どういうことこれ薄いのどうなってるの、ないんでしょ、ない登山道、どこまで行けばいい、とりあえず適当に行くよ、うん、あ違う違う間違えちゃった、戻るだ、こっから何もないから、これも行けない、いや行けないでしょ、書いてある、斜め左方向で、この先、実際の交通規制に、うん、走行してください、
そう思う。カニ丼って書いてある。